この番組は肌専門家吉田千春がお届けする美容情報はもちろん、こだわりを持ったゲストトークから魅力的な情報をワンパッケージにしてお届けしております。今回、ご紹介したい VTR がありますので、まずこちらの VTR をどうぞ。皆様こんにちは、歌花由美です。先ほどラジオFM 宝塚でご一緒先生と千春先生とご一緒させていただき、とっても楽しかったです。そして私から告知を2つお願いしたいと思います。来たる12月23日宝塚ホテルにて、ダーンエミクリスマスパーティー、そして歌花紅茶セミナーを宝塚ホテルロゼの間にて5時半から開催させていただきます。歌花紅茶の監修を務めてくださっておりますスリランカの名誉領事と秘書の美人秘書の菊澤さんもいらしてくださる楽しいパーティーとなっておりますので、ぜひこちらにお伺いください。私のホームページより info@utahanayumi.com よりクリスマスパーティーとお書きになってお申し込みお待ちしております。そしてもう一つ、私が主催しております歌花ミュージックスクール、こちらも絶賛生徒さん募集中です。来年の宝塚音楽学校受験を目指されている生徒さんや、そして舞台や歌が好き踊りが好きと言われる一般の方も皆様随時募集しておりますので、ぜひこちらも私の歌花ゆみホームページよりお申し込みください。ぜひお待ちしております。ありがとうございました。はい、今回は宝塚 FM、美の秘訣で、ラジオ番組に出演していただいた歌花由美さんに、番宣の方なんですけどもご紹介させていただきました。宝塚ホテル、12月23日にクリスマスパーティーの方がありますので、宝塚ホテルのホームページか歌花さんの、ブログの方から詳しく見ていただけますので、そちらの方でもチェックをしてみてください。では、CM の後はゲストをお呼びしてお話を聞いていきたいと思います。では CM の方どうぞ。今回は紅クリニックの根本孝義院長に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回で2回目のご出演いただいてるんですけども、はい、前回は、ね、認知症の話をちょっといきなりメインでお話していただいたんですが、今回は根本先生とはそこを、ね、ちょっと掘り下げて聞いていきたいなっていうのもあるのと、今現在されていることをね、はい、ちょっと聞いていきたいなと思って今回お呼びしました。はい、はい、でまず院長先生のちょっと経歴とご紹介していきたいと思うんですけども、はい、まず、平成15年度ですよね、信州大学、はいはい、医学部卒業されて、はい、そこから厚生年金病院の方へご勤務されたんですよね。これって病院に勤務するっていうのは、はい、自分で決めてここの病院がいいっていうふうに決めるんですか？ですね、それに関しては僕ら医局という制度がありまして、うん、はいはい、その例えばどこどこ大学、私で言いましたら大阪大学の、うん、心臓内科の医局というところに所属する形になります。でそこでこのドクターはここのとこで仕事をしてもらおう、はい、このドクターはここで仕事をしてもらおうというふうな割り振りがあって、で僕の場合は厚生年金病院で仕事をというふうに言われました。そうなんですね、はい、そしたらもう自分でここの病院がいいというよりかはもう決められて行ってそこで仕事をしていくっていうふうな感じなんですか？はい、でそこ病院まずね、お医者さんになろうと思ったきっかけっていうのは何だったんですか？あ、そうですね、僕自身がその医者になろうと思ったきっかけはですね、うん、まあ小さい頃僕の実家の方でですね、はい、弟が3つ違いの弟がいるんですね、はい、で双子なんですよ、うちの弟が。そうなんですか？そうなんですよ、うん、弟か双子。あ、そう僕と弟2人なんですけども、はい、うんうん、でまあやっぱり大変じゃないですか、2人急に生まれて。そうですね、うん、で
でちょうどその両親が共働きだったんで、まあちょっと僕お兄ちゃんだから大変だから、その親戚のとこにちょっと行っといてっていう感じで、行っといてって、そう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 、そこでずっと何日かなちょっとまあ生活してたんですよ。でその親戚というのがうちの祖母のお姉さんの家だったんですけども、うちの祖母のお姉さんが開業されてるお医者さんだったんですね。そうだったんですね。うん、でその家の横にそのまま診療所があって、はい、でそこでまあそう診察してる姿を見てですね、はい、あこんなお医者さんってこうやって患者さんからすごいなんか感謝してもらえるような、なんかお役に立てるような仕事なんだなっていうのを小さい頃からずっと思ってたっていうのがあって、それがやっぱりずっと原点になってますね。何かやったんですか？その時はですね、内科と、まあ、産婦人科ですね。あ、やっぱりその内科っていうのも今のつながっていくっていうのもあるんですか？そうですね、やっぱりその進路として悩んだ、何科に行くか、はい、内科、眼科、外科、いろいろ悩んだんですけども、やっぱりベースにはそういったところはあったんじゃないかと思います。でこのやっぱ子どもの時の影響っていうのもやっぱ大きいって言うじゃないですか。はいはいはい。その時ってその、まあ、親戚のおばさんなんですか？何お姉さんなんですか？そうですね、うちの祖母のお姉さんの旦那さん、ね、はい、ちょっと遠いですね。でやっぱそばでずっと見てるとかね、はい、そういう雰囲気でいるっていうのっていうのは結構お医者さんの家系ってみんなお医者さんだったりするじゃないですか。ああ、まあそうですね、多いですね。やっぱりそういうのがあるってことですか？見てると、私もそういう風にやっていこうかなとか、僕もこうしようかなっていう風な感じもあるんですか？ああ、きっとあると思いますね。やっぱりその感謝してもらえる、なんか人の役に立てるっていう姿が、はい、うん、ましてやその自分の親がそういう風な姿を見ると、うん、多分やっぱり影響を受けるんじゃないかなと思いますね。そうですね。でそこから医師の世界にっていう風な形で、そうですね、そこから、うん、まあ、そういう形になれてラッキーだったと思う。ラッキーでね。で、大阪の厚生年金の病院にいらっしゃってて、その後、はい、警察病院の方に行かれたんですよね。はい、でこの警察病院に行かれて、また深くいろんなことをされたんですよね。そうですね、うん、厚生年金病院という病院で、はい、内科のですね、うん、全体の勉強させていただいて、診療させていただいて、うん、でまあ、そのもともと心臓内科を、はい、その昼食の時点で決めていましたので、うん、さらにその警察病院というですね、心臓が非常にアクティブにしている病院のところで検証できたというのは本当にありがたいなと感謝でいっぱいです。なんか警察病院って血管系が強いってイメージが、なんとなくですよ、勝手に思ってるんですけども、そうやっぱりちょっと違うんですか、普通の病院とは警察病院っていうのは。まあ、やっぱりありがたいことに患者さんはすごく心臓、もしくは血管の患者さんはすごく多かったですし、で緊急の処置も多かったですし、ですごい私自身がすごく思ってるのはですね、その、まあ、僕医師ですけども、はい、他に看護師、電気師さんですね、スタッフさん、放射線技師さんもそうですし、検査技師さんもそうですし、事務の方もそうですし、はい、皆さんがその患者さんのためっていう合言葉で働いてるっていう印象がすごく強くですね、例えばもう仕事が今日はもう終わりだってなった時でも救急の患者さんが来るんですけども、そうなるとそのこの人はすぐやんなきゃいけないっていう言葉きっかけにもみんながババが人動くっていう体制が非常に整ってる印象が。なんか緊急性なことが多かったりするんですか？多いですね、やっぱり多かったですね。なんか警察病院ってなんかそれこそなんかが事件が起きた時に、なんかそういう人が運ばれてきたりとか、なんか先ほどちょろっと聞いて被害者も加害者も来るんですよね。あ、そうですね、事件があったりして、ね、まあ、某事件がニュースであって、うん、テレビでそういうやつやってました。でその救急外来覗くと、うん、その被害者刺された方とかと刺した方が来たりとかですね、うん、そういったことがあります ね、 ねえ、なんか不思議 なんか空間っていうかああそうなんやっていう感じではあってどんな風になってんやろってすごい気になってしまいますけど ねえでそこから、27年度に青森の方に行かれることになったんですよね、はい、うん、そこの方は何かきっかけがあって。そうですね、もともとすごく、大変にお世話になっている、はい、方がおりまして、うん、その方からですね、うん、その青森の方でとても青森県なんですけども、うん、そのすごく医師が足りなくて、うん、その地域で困ってるっていう話はずっと聞いてたんですね、うん、でそれは力を貸してほしいという
お誘いはずっといただいてるんですけど、うん、でも私はもう大阪が拠点で、はい、大阪で仕事をしてて、 それは無理ですっていう話はずっとしてたんですけど、ね、うん、はい、でもいよいよちょっとどうしても困ったっていうことはいただいたんで、うん、それだったらということで、うん、その大阪の方の、うん、まあ、一局もしくは諸先輩に相談させていただいて、うん、その上で行かせていただいたという形なんですね。うん、ね、でその青森をちょうど青森行ってるぐらいにお知り合いね、知り合わさせていただいて、ね、はい、大阪行ったり青森行ったりっていうのを忙しい先生やなと思いながらいろいろねお話聞かせていただいてて、で今年ですよね、今年の5月、はい、はい、紅クリニックね、会員ですかね、はい、会員されて、はいはい、でこの紅クリニックの紹介をね、私ちょっとぜひしたいなと思ってるんですけど、ありがとうございます、はい、まあ、メインとしたら、はい、クリニックのメインの治療っていうんですか、はい、それは何をされてるところなんですか。そうですね、うん、大きく言うと2つです、うん、まあ、私もともと心臓内科でありますので、うん、内科でもちろんやってます、はい、でもう1つは認知症、うん、この内科と認知症、うん、この2つが私のテーマで診療に当たっております。ね、ちびき病にいらっしゃった時に結構高齢の方とかを対応することが多かったんですよね、はい、でそこからこっち側に来て高齢者とか今からの時代、はい、認知症の方がちょっと増えるっていうのもあって、はい、でそのケアをしていく、しかも訪問、そうですね、訪問で、ね、出向いてってっていうところですもんね、ご自宅へ、はい、ね、それがまたすごいなっていうのと、今までそういうクリニックって私耳にしたことがないんですよ。あ、認知ケアとかそういうので訪問に来てくれる先生がいるっていうのを知らない人きっと多いと思うんですよ、ね、あ、ここで皆さんに知っていただけたらなっていうのがね、あるんですけどね、はい、はい、なかなかやっぱ知らないとそこにたどり着けませんので、うん、そうで、今日は根本先生どんな人こんな人みたいな感じのね、皆さんに、ね、知っていただきたいって言って、で実際訪問地域っていうのはどのあたりまで行かれるんですか。はい、私のですね、本拠地が天王寺区の、うん、天王寺の駅から、まあ、歩いて5分のところなんですけれども、はい、うん、大体ですね、そこから半径16キロ以内のところっていう形になるんですね、うん、うん、はい、で実際の患者さんは大阪市内ですね、うんうん、全域の方が多いです、まあ、近くもちろん天王寺区、中央区、生野区、うん、西成区の方は多いですけども、うん、他にどこでも行っております。どこでも行くですと、はい、尼崎の方ですね、の患者様もおりますし。そうなんですね、そしたら結構その天王寺を中心として行ける範囲は、あ、そうですね、堺とかも東大阪とかも行く形にはしております。今現在多いのはどの辺の地域の方が多かったりするんですか。そうですね、やっぱり近くのですね、天王寺区であったり、うんうん、中央区、あと生野区、西成区、浪速区とか、そういった形にはなります、ね、うん、そうなんですね、まあ、ご要望があったら本当に行ける範囲であれば皆さんね来ていただけるので、はい、連絡を入れてほしいなと思うんですけど、はい、で特にこの認知症、前もねお話ししていただいたんですけども、認知症だっていう自覚するかしないかっていうのもね、はいはい、あったりだとか、あと家族がどこまで、うん、ここまでになったら連絡入れた方がいいのかっていうのもあると思うんですけども、はい、その辺もちょっと聞いてていいですか。はい、まずですね、その気になるか気にならないかっていうことは、うん、その人によって違うと思うんですよね、うんうん、例えば、まあ、本人さんが気になるっていうパターンもあるわけです、うん、最近物忘れが多いなっていう、うん、そういう時もあって、もしくは家族さんから見てちょっとなんか最近言ってることがおかしいんじゃないか、うん、もしくはもっと広くてコミュニティ、例えばその同じ活動してる方から見て、もしくは近所さん、ご近所さんから見てちょっと人最近おかしいなっていう形で気づくんですけども、うん、言いやすい言いにくいはあるんですけども、うん、気になったらまず相談するのが一番いいです。うん、そうですね、どうかなとかって結構隠したいっていう心理的なものもあったりとかするみたいですもんね。うん、そうですね、そこでちょっとドクターが相談乗ってくれるので、隠さずね、はい、ちょっと相談、ちょこっとメールなり電話なり入れて、そのきっかけからちょっと解決法が見えていくとね、はい、家族も楽になるっていうのがね、大きな点ありますよね。はい、で今実際私病院ではないんですけど、介護施設のデイケアの方に、はい、頭蓋のルセイヤツですね、頭蓋リフレクソロジーのルセイヤツを施術しに行ってるんですけども、おいおいおい、そこで
あのご高齢の方80代とか90代の方のケアをさせていただいてて、うん、お話ししてるとやっぱり皆さんボケたくないっていうのはすごいおっしゃってました。やっぱり自分で意識されてる方っていうのは健康に関しても美意識にしても意識が高いんだなってすごい思って、ね、そうです ね、 ねえやっぱりもうどうでもいいってなった時にね、どうでもよくないねって感じでね、そのきっかけ自分がどう思うかっていうところと ね、 そ う、 です ね、 ねえうちの父なんかはもう、はい、あのボケてもいいみたいな感じで言うんですよ。もうそんな口に出せば出すほどボケるからやめてって言ってるんですけども、ねえあの薄いやつやってあげるからもうサロンに来てって言って言うんですけどでそれでケアしていこうみたいな感じでね、予防ねしていけたらなっていうような感じでね、ですね、はい、実際あの頭蓋関先生からね、はい、根本先生受けていただいたことがあるんですけども、はい、あれどうですか、受けていただいた感じ。そうですね、あの僕がすごく印象的だったのは、うん、頭蓋というと首から上をしていただいて、そこ首から下は全く触ってなかったんですよ、うんうん、ただ体の調子が良くなる、うんうんうん、そしてまあ眠りがすごくその眠りにつきやすくなる、うん、もしくは翌朝の目覚めが良くなるっていう体全体の影響が出た印象ですね。ね、あの実際頭しか触らないんですけどね、それが不思議な、ね、ことにね、いろいろなるんですけど、また関先生の回を皆さんあの見直していただくといろいろ話見ていただけると思いますので、非常に面白いです ね、 ね、はい、ぜひ受けていただきたいんですけどね。素晴らしいと思います、ね、で根本先生の話に戻しましょう。 あ、はいはい、であと院に掲げるミッションっていうのがあるんですよね、はいはい、その紹介をお願いします。はい、よろしいでしょうか。はい、一言で言いますと、うん、それぞれの人々になんですけれども、自分をためる、自分、ごめんなさい、自分を守るための認知症診療となっております。でそれはどういうことかというと、もちろん自分が認知症になりたくない本人であったり、家族に認知症になってほしくないご家族さんであったり、もしくは利用者さんの認知症の状態を良くしたい施設の方、はい、ヘルパーさんであったり、もしくは患者さんの認知症状態を良くしたい医療関係の方だったり、全ての人にとってプラスになるということを掲げております。やっぱり全てがキーワードになりますよ ね、 そうですね、一人単体でじゃダメなんですよね。個人がとかあの家族がだけじゃなくて、本人の協力もいるし、家族の協力もあったり、はい、施設の協力もあったりっていうのもね、はい、とても大切なところになるので、それがうまく輪を作って、うん、で根本先生がいることによってまたそこで緩和していくって感じでね、うん、そういう風な体制を取っていってるっていうので、あとサービス内容とかも、はい、診察をして、はい、であとは、処方とかも、あ、はいはい、薬の処方とかも全部その来た時にしていただけるんですよね、はい、そのあの訪問した時に、はい、でその処方箋は、お近くのところで取りに行ってもらう、その場合はですね、まあ、取りに行ける方はそういった方もおりますし、はい、うんうん、実際にはその宅配をしてくれる薬局さんも今は結構増えてまして、そうですね、はい、うちのお客さんで薬局に勤めてる子が自転車でいつも持っていくんですって、日焼けしますって、今日も焼けたんですって言ってさ来てます、メディアがいりますね、そう、夏場の時なんか帽子もかぶれないし日傘させないしとかって、そうですね、うん、ねえ、ちょっとあれのもうちょっとなんか帽子かぶっていいとか日傘させていいとかなんかあったらいいのにとりあえず、まあ、あの帰ってきたら軽く右手押さえときっていう、そうですね、嫌ですね、はい、そんな感じしてもらってるんですけど、やっぱり宅配してくれるサービスとかもね、そうですね、たくさんあるので、そういう風な感じで使ったりだとか、はい、あとは、食事指導とかも、そうですね、うん、あのこういう食事がいいよとかっていうのはどういうのがありますか。そうですね、あの、まあ、いいよっていう食事の前に、うん、これはちょっと避けた方がいいっていう食事の話をしますと、まずちょっとだけ病気の話していいですか、はいはい、30秒だけ、はい、30秒認知症というの病気なんで、まあ、病気というか状態なんですけども、はい、病気としてはアルツハイマー型認知症、脳血管型認知症、でレビー小体型認知症、前頭側頭葉型認知症と大きく4つの病気からなる認知症が、はい、全体的なものなんです。でその4つのうちですね、アルツハイマー型認知症もしくは脳血管型認知症に関しましては、血糖が高いもしくは血糖が高い低いの変動が大きいとより悪くなる状態に近づきますので、やはりその血糖の変動を抑える、まあ、糖質もしくは炭水化物 の、 あの管理というのは非常に大事になってくると思います。そうですね、糖質って結構甘いもんだけと思ってる人が多いんですよ。あ、お米とかもそうじゃないですか。そうですね、うん、だからその
ケーキとかね、大福とかだけじゃなくてね、はい、その辺の糖質っていうところをね、そうですね、うん、家族の方も意識しておいていただいて、ね、そうですね、うん、あのおやつじゃないからいっかって言っていっぱいね、そういう風に出すんじゃなくてね、そうですね、うん、その辺の食事指導とかも一緒に来た時にお話ししていただいたり、はい、あと生活指導、そうですね、うん、もしていくって感じで、あとご家族様への説明っていうのはどういったことをされるんですか？そうですね、やはりその認知症というのはどういうものかっていうことから説明してます、はい、というのはその認知症にですね、今まで経験がある方とですね、今まで認知症の経験がない方っていうのはですね、認知症に対する理解っていうのは全く違う状態なんです。ないないない、うん、で認知症っていうのは決して恥ずかしいことではないです、はい、病気ですので、うん、例えば胃がんに僕がなったとして、うん、それが自分が恥ずかしいかっていうと恥ずかしくないと思うんです、うん、それはもう病気ですので、うん、そうですね、それと一緒です。僕は認知症になって、うん、それは決して恥ずかしいことじゃないし、家族が僕に、うん、ことを恥ずかしく思ってほしくないんですけど、うん、でも現実はそうじゃないというので、うん、まず病気ということを理解していただいて、でその病気にどういうふうに対応していくかっていう話からさせていただいております、うん、はい、ね、そういったなんて言うんですかね、結構本当隠しはるんですよね、うん、多いですね、ね、であとお家に閉じ込めてしまう場合があったりだとか、ね、そういうのも耳にしたりとかね、しますからね。どうしたらいいかわからないのであれば聞ける人がいたらいいですよね。おっしゃる通りだと思います、うん、はい、分からない知識のまま行動するかおかしなことになると、うん、私何でもそうやと思うんですよ、うんうんうん、なんかもう分からへんねったら素直に聞けばいいし、うん、何でもネットでね叩いたら、まあ、ネットの情報はちょっと全部正解かって言ったらクエスチョンなことすごい多いけども、信頼できる人に相談できる、うん、そこのきっかけ作りっていうのがね、こういう番組であったりだとか、ここで根本先生と知り合っていただくことで、うん、相談できる相手がいるっていうのを知っていただけるっていうね、はい、きっかけ作り、はい、ネットの情報丸呑みにしないで方がね、ちょっと怖いです ね、はい、いいかなって私は美容の方でもすごい思うんですよ、はい、あ、そうですか。この間もお菓子のこと書いてましたよ、忘れしました、なんか保湿剤の薬のクリームを化粧品の代わりに使ってる人がいたりとかね、ピンク色の、そうそうそう、ね、ピンク色の棒ですね、棒、はい、もう絶対ダメですからね薬は病気とか皮膚トラブルがあるから使うものであって、毎日使うものではないのでね、何か疾患があるんであれば使う必要はあるんですけども、疾患がないのに薬をずっと使い続けるって怖いじゃないですか、そうですね、副作用もあるのにね、そうですね、そう、そこはちゃんとプロの目線から見たアドバイスを受けるとかね、わからないことは聞く、っていう風に今後もしていっていただけたらと、ね、思います。なのでその辺のお話もちょっと CM の明けに、根本先生どうやって連絡取ったらいいのかっていうのをご説明を入れていきたいと思いますので、はい、では CM の方どうぞ。スタジオセブンカラーズ、駅近でアクセス超便利な多目的レンタルスタジオ、歌やピアノのレッスン、会議、懇親会などなど、壁一面鏡張り、ピアノ音響設備も常備で様々なご利用に対応。地下鉄御堂筋線西中島南方駅から徒歩30秒、入会金年会費は無料、さらに備え付け設備がなんと0円で利用可能。お問い合わせはこちらまで、ホームページはスタジオセブンカラーズで検索、スタジオセブンカラーズ。はい、根本先生に引き続きお話を聞いていきたいと思うんですけども、はい、まず連絡先のところとか、訪問とか診療日時っていうののお知らせをお願いします。あ、わかりました。連絡先は電話の受付をしております、はい、で私の方はですね24時間受付しております。もちろんその出れない、例えばお風呂に入ってたら出れないとかいうことはありえますけど、はい、その際は後ほど折り返し電話しますので、まずそのクリニックにですね、はい、電話をいただければと思います、もちろんメールの相談もあるんですけども、やはりその電話が一番だと思います。そうですね、直接お話しする方がね、はい、メールって結構誤解生んだりとかね、ちゃんと伝わらなかったりとか、ね、そうですね、はい、するので直接お話をそうですね、その場で診察が必要だと思えば診察の方させてもらいますし、はい、もしくは私以上にここに行った方がいいっていうのがありましたら、そこのご紹介をします、はい、もしも私の診察ではないかもしれませんし、必要でしたら私の診察の段取りをさせていただきます、はい、あと今日にちはどれぐらい、何曜日っていうとかお休みとかあるんですか？あ、そうですね、基本的にはもう平日はやっておりますし、で土曜日もやっております。時間で言いますと10時から4時が平日、うんうん、で土曜日が10時から2時という形でさせていただいてます、はい、他はまあ緊急で対応することはもちろんさせていただいております、ね、いつも電話しても繋がらないんですよね
折り返し電話します、はい、さっき優先事項がいっぱいあるのでね、優先することをしていただいてっていう風な感じで、で、お電話の方直接かけていただいてご連絡していただき、大阪の天王寺を拠点にしてますので、はい、そこから行ける範囲で、訪問っていう風な形でね、はい、させていただいてます。電話番号だけお知らせしておいてもらっていいですか。あ、わかりました。はい、06の番号が私今持ってないな。はい、ではこちらにテロップに入れてもらいます、はい、お願いします。はい、こちらの方にあの電話入れていただきまして、はい、ご連絡入れていただいたらいいと思います。で、あと、今後あの来年からですよね、はい、来年のコーナーがちょっと根本先生にあのドクターズアイっていうおーコーナーが始まることになりました。はい、はいはい、そこではね、あの認知のことであったりだとか、ドクターから見た、それそのままですね、ドクターアイですよね、うん、ドクターが見た目、見る目ですか、はい、の、トークを、コーナーで喋っていただくということをしていただけますので、はい、あの今後も皆さん、ちょうど来年の1月の第1週と第3週からスタートしますので楽しみにしていただきたいですね、はい、はい、その意気込みを30秒以内でお願いします。はい皆様、ドクターズアイ楽しみにしてください。最初は認知症のお話をさせていただきますが、内科の他の疾患のお話もさせていただこうと思います。特に最近よく相談を受けるのが不眠、眠りに関することも聞かれるので、そういったことも含めてどんどんいきますので、よろしくお願いいたします。どんどんいきますね、はいはい、あの認知のことから不眠のことから、まあ、いろんな先ほどの診療されているような、ね、はい、内容のこととかをいろいろ先生にお話聞いていけたらなと思ってますので、あの今からの時代、高齢化社会っていうふうに言われるように、何人に1人です、5人に1人って言ってました、今の5年前の時点で10、はい、15人に1人です、ね、1人が認知症であったりだとか、はい、これから5年後10年後というのがどんどん増えると言われてますので、はい、今できることであったりだとか予防できることっていうのを皆さんね、はい、あの学んでおいていただけたらなと思いますので、はい、ぜひご覧になっていただけたらと思います。はい、ぜひぜひお待ちしておりますのではい、ぜひご覧ください。で、根本先生の直接のご連絡であったりご相談はお電話の方でお問い合わせください。ではありがとうございました。どうもありがとうございました。